んにちは、ツンダモンなのだ。さて今回はシンクパッド X1 カーボン、フォースジェネレーションとシックススジェネレーションをアルファさんがお安い掘り出し物を見つけたので、ベンチュラインストールへの方法を簡単に紹介するのだ。こちらがフォースジェネレーションなのだ。スペックはこの通りなのだ。スカイレイクマシンはこの前に説明した通り、スプーフィングでベンチュラが入れられるのだ。また Windows 11も入れてみたのだ。備品で17,000円、元の値段を考えるととってもお安いのだ。そしてこちらがシックススジェネレーションなのだ。スペックはこの通り、今でも Windows 11が動くので現役なのです。でも左下にタバコの焦げのような跡があり、 SSD が 128GB と控えめなのもあって、25,000円とかなりリーズナブルなお値段だったのだ。 Windows 11がネイティブに使えるのはすごいのだ。 NVMe2280 ということなので、 1TB を買ってきてさっさと交換したのだ。注意点はバッテリーが外せないので BIOS できるのだ。さて、いつもの通り MacOS のインストーラーを作るのだ。この画面はマザーマシンに Windows で動くベンチュラを使った場合なのだ。このサイトで MIST というダウンローダーを探すのだ。これなのだ。パッケージをインストールして実行するのだ。するのだ。保存先はアプリケーションフォルダなのだ。時間がかかるので待つのだ。ここにちゃんとあるのだ。 USB メモリを挿して仮想マシンに接続。このメモリを USB という名前で消去するのだ。アルファさんのページを参考にして USB メモリに MacOS 本体を入れるのだ。ここに例が書いてあるのだ。自動で入力は保管してくれるので、途中まで打ってタブキーを押すのだ。
最後はゴピテなのだ。ここでも結構時間がかかるのだ。次に EFI エージェントを入れて EFI パーティションを操作できるようにするのだ。アルファさんの GitHub から調整済みの EFI をもらうのだ。ちなみに2晩徹夜して作ったのだ。ここから選ぶものが違うので注意なのだ。フォースジェネレーションはこれを、シックススジェネレーションはこれを選んでダウンロード解凍して EFI フォルダとしてUSB メモリの EFI パーティションに入れるのだ。なんか結構親切に説明しちゃったのだ。ここからは簡単に説明するのだ。本体に USB メモリを挿して F12 を押しながら電源オン、このメニューを選んでインストール開始なのだ。ディスクユーティリティで好きなようにパーティションを割るのだ。なぜかいきなり全部を APFS にするとハマるので、全体は HFS にしてから後で APFS にした方がいいのだ。はじめのパーティションにベンチュラをインストールするのだ。再起動した時には必ず USB メモリから起動して、インストーラーのメニューがあれば必ずそれを押すのだ。なくなったら自分で名前を決めた SSD パーティションの名前のメニューを押すのだ。ここまで来たらスキップできるものはスキップしつつインストールを終わるのだ。次に入れるのは Windows10 なのだ。インストールの際にパーティションに気をつけるのだ。カスタムを選んで EFI ともう一つ下のパーティションはベンチュラなのだ。それより下を消去し、使いたい分の量でパーティションを作るのだ。ここでは2つ目をすべて Windows に当てているのだが、Ubuntu を入れるならさらに2割当ての領域を残しておいて、Ubuntu をインストールするときにそこにルートのパーティションを作ってインストールするのだ。今度も何度か再起動するけれど、 Windows の場合は2回目からは SSD から起動でいいのだ。ここまで来ると Windows10 が動くようになるので、簡単に設定して Windows11 の USB インストーラーを使ってWindows11 にアップグレードするのだ。なお、スカイレイクに入れる場合、このようなレジストリ操作が必要になるのだ。最後に Ubuntu も入れたい場合、この画面でそれ以外を選び、SSD の未使用部分にパーティションを作り、ルートにマウント先を設定するのだ。このままではベンチュラがブートしないので、インストール USB メモリでベンチュラをブートして
EFI パーティションを整理するのだ。ブートというフォルダにある EFIND を入れて、この場合では Windows11 Ubuntu を選択させているのだ。 GitHub 上にも付録としてこの設定を入れてあるので参考にしてほしいのだ。この REFIND ではこのような動きになるのだ。なお、REFIND の詳しいことはアルファさんのブログで検索してみてほしいのだ。さすがに第8世代だけあって Windows11 もキビキビ動くのだ。今回の簡単な説明はここまでなのだ。長い間見てくれてありがとうなのだ。